ジロディイタリア、ジロディイタリア、ギロディイタリーとは、毎年5月に、イタリア全土を舞台にして行われる、自転車プロロードレースである。1909年から開催されている。主催は、イタリアのスポーツ紙、ガゼッタデロスポルト等を発行する、メディアグループ RCS の関連会社である、RCS スポルト社。ギロディイタリーのイタリア語での発音は、ジーロディタリアである。 ジロでイタリアという表記は日本独特なものだが最近は日本でもイタリア語が知られるようになったためイタリア語の発音をもとにしたジーロディタリアやジロディイタリアという表記も見られるようになってきた通称はジロ毎年5月に約3週間かけて行われるステージレースでコースは毎年新たに設定されるイタリアを一周するという表現がされることもあるが 各ステージは、地理的には、連続していないことも、他、サルデーニャ島やシチリア島など島でのステージもある。ステージ数は、通常21、平坦ステージ、山岳ステージ、タイムトライアルステージ、個人、チームと多彩なステージ設定がされている。総合成績1位の選手には、ピンク色のジャージ、マリア・ローザが与えられる他スプリント賞、山岳賞、 新人賞といった各賞の対象者も特別なジャージを着用する。賞金総額は年によって上下するが、2004年の場合で約133万ユーロ。配分は各ステージ25位までの勝者に支払われる。金額が合計47万4千ユーロ。総合優勝者15万ユーロやインテルジロ賞13万ユーロなど、各賞の合計が62万3千ユーロ。 チームへの賞金が合計二十三万三千ユーロとなっている。ツールドフランスに比べ勾配の厳しい坂を登る山岳ステージが多いため、登りを得意とするクライマーが活躍する機会が多い。1 9九十年のクラウディオ・キアプッチや1九9五年のトニー・ロミンエル、1九9八年のマリアーノ・ピッコリ、2 0 0年のジルベルト・シモウニ、2 0 0年の ダニーロ・ギルーカ、2010年のカデル・エヴァンスのように、厳しい山岳コースが設定された年は、山岳賞は、オロカポイント賞すら、クライマーやオールラウンダーが獲得してしまうこともあるが、これは2013年まではツールド・フランスとは異なり、山岳ステージも平坦なステージも、同じポイントが設定されていたためでもある。 また平坦ステージであってもゴール直前だけ上り坂であったりゴールまで 1km を切ったところに急カーブが登場するなど危険かつ癖のあるコースレイアウトがしばしば採用される。また5月はドロミーテをはじめとしたアルプス山脈及びアペニン山脈にはまだ雪の残っている場所もあり、選手は坂だけでなく厳しい寒さや悪天候とも戦うことになる。そのため、 イタリア人からはツール・ド・フランスが世界最大のレースならジロでイタリアは世界最高のレースと評される。イタリア人選手の多くがこのレースをシーズン中の最大目標としており、歴代優勝者に占めるイタリア人の割合も圧倒的に多い。イタリア以外の選手が初めて優勝したのが1950年で2017年現在31回しかない。 近年は1997年以降、2007年までの総合優勝者はすべてイタリア人で、国際化が著しく優勝者の国籍も多様になる傾向がある。ロードレースの世界において、これは非常に珍しいケースである。第1回大会は1909年に行われ、ミラノから出発し、合計走行距離は 2408km だった。8区間で争われ、 優勝選手の平均走行時速 27.26km だった。1915年から1918年までは第一次世界大戦により中断されている。1933年は17ステージ、合計 3343km で行われ、この時はアルフレッド・ビーンガが通算5回目となる優勝を飾っている。 1941年から1945年までは第二次世界大戦により再び中断。1947年は19ステージ、合計 3843km で行われ、この時はファウストコッピーが2回目の優勝を果たした。以後もコッピーの活躍は続き、1953年には史上2人目の5回目の優勝を達成している。 1970年代前半は、エディメルクスの独占場となり、1972年から1974年には、3連覇を達成。1974年は、史上3人目となる5回目の優勝に加えてツールド、フランスと、世界自転車選手権、プロロードリスも制覇しており、史上初のトリプルクラウン達成を遂げた。1980年代前半は、 ベルナールイノーが3回の優勝を遂げている。また1987年の優勝者、ステファン・ロッシュは、史上2人目のトリプルクラウン達成者となった。1990年代に活躍した選手としては、ミゲル・インドラインとマルコ・パンターニが挙げられ、インドラインは1992年と1993年、パンターニは1998年にツールド、フランスでも優勝して、 ダブツールを達成している。2004年は合計走行距離 3423.9km、20区間で行われ、参加選手169名のうち140名が、完走した。総合優勝は22歳の新人、ダミアーノクネゴ、ジルベルト・シモーニのアシストとして働く予定だった。彼がステージ4勝を挙げて、総合優勝するとは誰も予想しておらず、大きなニュースとなった。 2005年は、パオロ・サボルデ・リとシモーニの争いとなり、終盤、シモーニが猛追するも結局、サボルデ・リが2002年以来2度目の優勝を飾った。2006年は、イヴァン・バッソが他を寄せ付けない強さで、2007年は、ダニーロ・ディ・ルーカが堅実なレース運びで、総合優勝を遂げている。2008年は、前年度のツールとフランスを制した、アルベルト・コンタドールが、 イタリア人以外では12年ぶりの総合優勝者となった。2009年はデニス・メンショフがリルーカとの熾烈な争いを制して優勝した。2010年は相次ぐ大波乱の展開の末バッソが2回目の総合優勝を飾った。2011年は第3ステージでワウテルウェーラントが落ち者により死亡する事故が発生し第4ステージが ノーコンテストステージとなる波乱があった。総合優勝は、当初アルベルト・コンタドールが獲得したが、後に、スポーツ仲裁裁判所、CAS により2010年のツールド・フランスでの、クレンブテロール要請を認定されて2年間の、出場停止処分が下さ、2011年の大会は、出場停止期間中に該当するため、成績無効となり、ミケーレ・スカルポーニが繰り上がって、 総合優勝者に認定された。2012年は最終日の個人タイムトライアルでの逆転という劇的な形でライダーヘシェダルがカナダ人初となるグランツール優勝を成し遂げた。2013年はビンチェンツオニバリガー首相を治め、2014年はナイロ・キンタナが同胞のリゴベルト・ウランとの激戦を制し、コロンビア人選手として初のジロ総合優勝を飾る。 2015年は、区間優勝がないながらも堅実なレース運びで、アルベルト・コンタドールが二度目の総合優勝を果たす。2016年は、ステーフェン・クラウス・バイクの肋骨骨折による失速で、混沌とした総合争いを、ヴィンチェンツ・オニバリが制した。2017年は2012年と同様、最終日の個人、TT での最逆転で、トム・ディ・ウムランが、 オランダ人初のジロ総合優勝を果たした。2018年はイスラエルのエルサレムからスタート。ヨーロッパ外からのスタートは初となる。クリス・フルームが激戦を制し、グランツールで3連勝を達成した。数種の賞が設定されており、リーダージャージと呼ばれる各賞に応じた色別のジャージがある。 前日のステージ終了時点で各賞の成績第1位の選手がそのジャージを着用する権利と義務を手に入れる。ピンク色のジャージ、マリア・ローザ、マグリア・ロサは総合成績1位の選手に与えられる。各ステージの所要時間を加算し、合計所要時間が最も少ない選手がマリア・ローザ着用の権利を得、最終ステージの終了時点で、 マリア・ローザ着用の権利を持っている選手がジロの総合優勝者となる。色の由来は、レース主催者のガゼッタ・デッド・スポルトの紙面がピンクであるため、紫色のジャージ、マリア・チクラミーのマグリア・シクルミのシクラメンはポイント賞に対して与えられる。各ステージのゴール、及び、ステージ途中の中間スプリント地点の通過順位、応じて、 スプリントポイントが加算されスプリントポイント1位の選手がマリアチクラミーの着用の権利を得る。以前はツールドフランスと異なり平地ステージも山岳ステージもゴール地で与えられるポイントは同じであった上に前述の通りスプリンターが活躍しづらいコース設定がされることも多く山岳ステージを上位でゴールする総合成績上位のクライマーやオールラウンダーがこのジャージを獲得してしまうことも 珍しくない。ただし2014年以降はツールドフランスと同様、平地ステージで高ポイントを与える加点設定が行われている。1966年に初登場。2010年からはマリアロッソと呼ばれる赤色のジャージが使われ、非公式に情熱の赤を意味するマリアロッソパッショーネとも呼ばれていた。2017年より、スポンサーがセガフレードザネッティに変わり、 元のマリア・チクラミーノに戻った。青色のジャージ、マリア・アッツーラ、マグリア・アズラは、山岳賞に対して与えられる。上り坂の勾配と、長さに応じて点数が設定された、山岳ポイント地点の通過順位に応じて、山岳ポイントが算され、山岳ポイント1位の選手が、マリア・アッツーラ着用の権利を得る。1933年から2011年までの山岳賞は、 緑色のジャージ、マリアベルデであったか、2012年からマリア・アッツーラとなった。かつて1989年から2005年までは、マリア・アッツーラは、インテルジロ賞、工事のジャージとして用いられていた。2015年のジャージスポンサーは、メディオラヌム銀行。白のジャージ、マリア・ビアンカ、マグリア・ビアンカは、新人賞に対して与えられる。 開催年中に25歳以下になる選手が対象となり各ステージの所要時間を加算し、合計所要時間が最も少なかった選手がマリアビアンカ着用の権利を得る。2015年のジャージスポンサーはスーパーマーケットのユーロスピン。1976年に初登場。1994年以来消滅していたが、2007年に復活した。 黒のジャージ、マリアネラは、かつて総合成績再開の選手に与えられた。1946年に初登場し、悪趣味、屈辱的などの理由で1952年には廃止されたが1993年には、レース中盤で、ダリオ・マリューが、ジョークで着用して登場。2008年に、ジャージではなく黒いゼッケン、ヌーメロネロという形で復活した。同様のものに、 ツールドフランスにおけるランタンルージュがある。ちなみに1951年にマリアネラを獲得した序盤にピナレロの起こしたバイクメーカーピナレロから同名の黒いジャージが発売されている。特別なジャージはないがコース中間に設定された地点の通過順位によるポイントを加算し合計所要ポイントの最も多い選手には個人総合中間スプリント賞が与えられる。 2008年の名称はエキスポミラの2015章。長距離をこなした後のスプリントや山岳コースでは勝ち目のないトラックレース出身のスプリンターが狙ってくることが多い。他にも総合成績、山岳、スプリントなど全ての章で上位にいる選手に与えられる関東章、複合章、ファウストコッピの名を冠した章でその年の 最大標高の山岳を1位で通過した選手に預かられる、チマコッピ賞などその年ごとに、様々な賞が設定される。また獲得ポイントの総合トップのチームに与えられる、スーパーチーム賞、振動妨害や危険行為、ドーピングなどの不正行為が最も少ないチームに与えられる、フェアプレー賞などチームを対象にした賞も設定される。ちなみに、中間スプリント賞と、 同様なものとしてかつてはインテルジロ賞が存在し、こちらは順位によるポイントではなくその地点の通過時間の合計で争われていた。レース前半の展開を活性化させるために1989年から設けられ、序盤からの逃げを得意とするスピードマンなどが狙ってくることが多かった。トップの選手はマリア・アッツーラと呼ばれる青いジャージを着用していたが、2005年を 最後に廃止された。スプリント賞としての格は、マリア・チクラミーノより、上で、両方で、トップに立った選手は、マリア・アッツ・ーラの着用を優先されていた。2006年は、複合賞に、マリアブルという青いジャージが与えられたが、この年のみで姿を消している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。